はい、今日は飛龍さんに来ております。紹介してもいいですか？こんにちは。あきな丸の船長です。どっから出てるんでしたっけ？鮎川港です。鮎川港、はい、今年始めたばっかりで。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、その奥がいつもの西の浦丸の船長です。はい、今日はこんな感じで調査。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ドッカン釣り大将のひろしです。今週はですね、ディープタイラワに行こうと思います。その仕掛けを作っております。どんな感じの仕掛けを使うかというと、4種類ちょっと用意してみましたんで、こんな感じ。こいつノーマル3本針の、ノーマルタイプ。こいつは3本針のノーマルなんだけど、この仕掛けの針のこの段差をちょっと広めに取ってあって、こっちでノリが悪いなとか、当たったけどかかんないなっていう時は、このちょっと針の幅を広げて、この振り子を効かせてかけに行くという時の、幅広め。こいつは変わり種ブレードチューン、マスクドスピンをここに入れて、ちょっと針からは離れっかして干渉しないような感じで波動を目いっぱい使う、釣り。まあホールでももうすごいこうアピールキラキラしながら波動を出しながら、で巻きでも、強波動を出してくれるんで、まあこいつデカバリのベリーショートですね。こいつの使い方としては、ジグ的に使うというか、ホールのその当たりとか、あとそのジグ的にこう動かしてかけに行く時のベリーショートのデカバリですね。口使わせたい時の感じで、僕はこれもたまに使うんですけど、まあこんな感じの4タイプを、今回作ってみました。よく聞かれるのが、針2タイプの使い分け、三国沖でディープタイラバするときは基本的には15を使ってます。タイラバの50ポンドを使ってやってます。太いから食わないとか、細いから食いやすいっていうのは僕の中ではそんなないんで、どっちでも食うんだったら太いやつ。バラシも少ないし、切られることも、ないように、この太いやつ35ポンドにしたから、食いがいいかとかっていうことはあんまり僕の中ではないんで、50ポンド使ってます。これより上げるときはあります。11までぐらいなら。これより下げるのもあんまりないかなって感じです。エリアによってはね、やっぱり小針の方がいいとかっていうところもあると思うんですけど、三国エリアだと、まあ、この辺選んでいただければいいかなと思ってます。で、あとはこの2つの使い分けですよね。僕の中では早掛けは浅めのエリア、40メートル、30メートル、20メートル、10メートル。ラインがそんなに出てなくて、角度がまあ多少ついてるぐらいのところでやったら、早掛けタイプの方が掛け重視で使いやすいと。自分から仕掛けに行って掛け合わせができる状態を作れてることが一番重要かなと思います。で、向こう合わせの場合はディープは特に圧倒的に向こう合わせがいいです。早掛けの針が悪いというわけじゃなくて、合わせを入れれるエリアだったら早掛けでの方がいいんですよ。合わせを入れれない場合は向こう合わせ。早掛けのメリットとしては、針先で魚を捉える、そこからのキープ力が少しないんですよね。キープ力を増すためには差し込んでしまわないといけないんで、合わせるとガッとこうジュンって合わせれる状態の時っていうのは、やっぱり早掛けは強いです。ショートバイトを取れる。ディープエリアはそんなことができないですよね。水深があればあるほどたわみができてるんで、合わせが引きづらいと。当たったなと思ってこうラインのたわみを取りながら、重みをのし切ったところでギュッと合わせるっていうのは、向こう合わせだと首振られると針先しか乗ってないんで外れやすい。ディープの場合は圧倒的に向こう合わせをおすすめしたいなと僕の中では思います。
そんな感じで早掛けと向こう合わせの使い方、僕なりのやつと、あと今回持っていくこの4つを、ご紹介と。あんまりこれはもう教えたくないなと思ったんですけど、まあ、今回はちょっと特別に見ていただいた方に、デカバリショート、ベリーショート、ではこんな感じで、今回は三国沖のディープタイラは行ってみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あー、なんか食ってもた。フォールで。うん？うん？レンコ。僕と。フォールで食いました。グローかな。ドラグ締めると切れそうな。うん。走ってるな。なんか違う方向に。なんかタイじゃないんじゃないの。この角度ならんやろ。うわあ、切れた。あ、切れた。切れた。しかもピーカ。なんでそんなことできる。あ、食ったわ。でもレンコかな。タイヤ。ぽい。プルプルしてないでも。いや、ぽい。レンコかな。タイヤは。よっしゃ。バラしたくないな。一匹目は。タイですね。あらら、あれあれなんか怪しくなってきた。あれベタ底で食ったけど、いや、タイでしょ。いや、これやばいぞ。あら、やってるわ。違うと思う。来た来た来た。いや、違うじゃん。青い。青い。青いよって。青い。青い。もう最悪。それもさっきね、っベタ底やで。ちゃんと。お先がピロピロってなってる。うわーやば。あす。みんなかかって持ってるやん。これ今落としたらみんなかかってます。あ、来た来た。あー、あかん。食ってまう。食ってまう。浮いたら食ってまう。また。あー、青い。こんな落としたらみんな青いの食ってまうじゃん。なんかフォールで食ってきてまいそうで怖い。うん、フォールでもいってますよ多分。あれ、タイヤ。ほら、レンコ台。食った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 。これ青。タイの感度自体はあるんですか？あるか。ある。ある。バリバリ。いや、タイじゃないです。ここまでタイじゃない。うわなんかそんな感じ。南、南おっ、やろ、ゲッケシュート持ってんの。そう、ほら、やった、やったやった。おっ、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 思いっきり巻いてた。食い方えぐ、こいつ。はい、そっこ。はい、よっしゃ、帰れる。オッケー、あたす。あ、抜けた。あ、いる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 。なんか、もしかしてないけ
家賃のに俺は絡んでる絡んでるんかと、あ、切れた。え、絡んで切れたら多分パスって言ったもん、そこで。どこで行った。高木でした。ほらそんなことで3300いったっすね。ブラック300。めっちゃあ、トイヨ、トイヨ、引っかかってる、引っかかってる、うん、ケツから上がってきてる。人の体、人のゆっくりゆっくりおお、浮いてる浮いてる、体浮いてる。取られた。隣の体釣るんやこれ。めっちゃおもろい。あやかわいい。ほら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 、ケツから上がってきた。お、一番後ろ食った。ちょ、それ引っ掛けてないよね、引っ掛けてないよね。みんなで取り合い。どうやってどう絡んでるのこれ。何これ。途中で背びれ。やっぱ一周してるって。あ、針は残ってるかな。針は残ってるっすね。でかっ。これ75ぐらいあるかな。キクちゃんの言ったところ語り痛くと思う。人の体奪いとしたって言ったな。人の体や。でかっ。しかも70楽勝であるわな。あるある。3から5メーターぐらいですか。3から5メーターぐらい。食った。赤いです。タイです。大きいですか。いや、そんなに。さっきと一緒ぐらいの。十分。お？タイ。あーい。ちょうどいいタイ。ちょうどいいタイ。はい、ありがとうございます。あいつ外れた。大丈夫です。はい。結構スロー、スロー。スロー、スロース。そこ、そこです。触ってる。やっぱスローがいいよ。バンドを変えるのやばかった。カブくらいじゃないと。レンコなんだ。うわぁ、レンコや。4時半方がありますよ。あと13分くらい。話した。話した。
するかマジで。一番難しい釣り方でした。一番難しい。もうあれは見たことないわ。俺もない。お、誰？おわ。あれやりたいな。直下や。やりたいわ。え？片手でグーン上げたよ。7枚ぐらい釣れてます今。前3枚、後ろ4枚、後ろ4枚、7枚。十分じゃね。いや十分っすね、この時間でやったら。やりますか。はい、あらたどうし。楽しかったっすね。次は高須港からする。まさか俺が釣りに行こうとしてる。いや、いいっすよ。うん。